ウォシュロムさんのしたたるレンズ。今日から平野の修行クンパンフなんだって。再契約してくれたの再契約してくれたのコミュニティの心を揺さぶる一大イベント。こんにちは、皆さん。今回は、ウォシュロム公式さんがフォローし続けているタイラの紫テルさんの新たな展開についてお伝えします。これは単なるコンタクトの話ではありません。今回の出来事が、広告業界からコミュニティまで大きな影響を与えそうなのです。 現在、ボシュロムジャパンの CM 顔に就任するという事前情報はあったものの、同社の代表顔だったが、古巣の不祥事を受けて一時契約を停止され、時間が止まっていた。CM も削除されたが、2024年2月29日の今日、チラシやスーパーマーケットのカウンターの写真には彼の存在が残されていた。パンフレットはまだ並んでなくて店頭のお兄さんに聞いたら奥から出してくださいました。 事務所遺跡の関係で一時停止していましたが、また CM なども再開するのでお楽しみに、とのことでした嬉しい。まず、街に降臨した平野修行さん、彼の存在が光り輝くポスターに彩られ、ファンたちの心をワクワクさせました。しかし、これだけでないのです。新たな一歩を踏み出した平野さんが、ファンとのコミュニケーションを大切にし、その一端を SNS で見せてくれています。 定期購入している人も多いであろう、ボシュロム製品を変えたいと考えている様子。これは新しい出発の予感ですね。そして、お店のお兄さんからの情報では、平野史洋さんが所属する事務所の遺跡による一時停止もありましたが、再び CM などの活動が再開されるとのこと。これはファンにとっては嬉しいニュースでしょう。新しい出発に対する期待とワクワク感が広がる中、我が家に降り立つ平野史洋さん。 これが彼のコミュニティにおける存在感の一端です。一方で、これだけではないのです。先ほど触れたように、彼の行動が広告業界にも影響を与えそうです。金プリのファン層の強力な支持によって広告業界に革命が訪れた一方で、落胆や対処による影響も懸念されているのです。これにより、平野潮さんのイメージが商品の購買に大きな影響を与える可能性があります。 これまでの成功を支える力強いファン層。しかし、それによって生まれる、平野くんじゃなきゃ買わない、という強い思い。これが彼の CM 契約において重要な要素となっています。SNS、はすぐに拡散し、危機を乗り越えて彼が戻ってきて、以前よりも良くなったので、誰もがとても喜んでいました。彼は多くの CM を魅了しました。そして、ファンの仕事は CM のすべての製品をサポートすることです。 ヒラの仕様ファンのアイドルに対する愛と応援こそが CM の目指すところだからだ。彼とのコラボレーションだと、どのブランドでも大きな躍進が起こり、どの有名歌手でもなりしえない超膨大な数字で売り上げが飛躍的に伸びるでしょう。ヒラの仕様にはたくさんのファンがいるから、早く全盛期に戻ってくれることを願っています。